モータートゥーングランプリとは、ソニーコンピュータエンタテインメントから発売された、プレイステーション用フルポリゴンのレースゲーム。後に、グランツーリスモで有名となる、山内和則が初期に手掛けたことで知られている。1994年に、第一作目が発売され、シリーズは3作品が発売された。漫画やアニメのトゥーンたちが暮らす国、それが、トゥーンワールドである。 この国では毎年、春になると、トゥングランプリというカーレースが行われる。トゥーンたちは、世界最強の地位を求め、魔法の力によって、車に変身し、レースに出場する。このカーレースは、全国から集まった大勢のトゥーンたちによって、争われるイベント。その秘密は優勝者の商品であり、人間の住む、現実世界へ旅行するためのパスポートがもらえるからで。 ありグランプリの幕が切って落とされようとしている。一般のレースゲームとの大いなる際は、まずそのレーシングカーに見られる。本作では、車自体がキャラクターとして、松下新デザインのカートゥーン調に表現されている。また、車が旋回するときに伸び縮みするようなコミカルなパフォーマンスも取り入れられている。また、フルポリゴンで構築されたファンタスティックな世界には、 至るところに仕掛けが施されており、コースアウトをしながら、近道を探す楽しみや、無意味に街中を散策する、箱庭としての楽しみも重視されている。システムは、アイテムを駆使して、レースが展開されるゲーム性を重視した、レーシングゲームになっている。また本作においては、クリア状況に応じて、ミニゲームや、新コースが追加される仕組みになっており、ゲームへのモチベーションを高めている。 また、そのミニゲームの一つであるモータートゥーン R は、後に、同社から発売される、グランツーリスモへの布石となっている。モータートゥーングランプリ2と、モータートゥーングランプリ、USA エディションでは、テレビ2台、プレイステーション2台を接続することでソフトに、付属している対戦ディスクを使うことで、通信対戦が可能である。ありがとうございます。